子グマに襲われ指の骨を折る怪我をしましたクマが出没したのは長野県軽井沢町の関村山の標高1300メートルのあたりの林道です警察によりますと昨日午後2時半ごろ下山途中の東京都の男性が体長1メートルほどの子グマと遭遇しもみ合いになりました 男性は耳を引っかかれたほか、手を噛まれ、指の骨を折るなど大けがをしました。男性は熊マよけの鈴などを持っておらず、警察は音が鳴るものを持って山に入るよう呼びかけています。